秘密うどんは、富山県氷見市周辺の郷土料理である。秘密うどんの一例。作り方は、稲庭うどんと同じで竹に寄りながらかける手縫いで、油を塗らない。ルーツは、和島のそうめんで、1751年に、高岡屋が和島から技法を取り入れて作り始めたと、される。もともとは、糸うどんとの名称で、他の手延べうどんとは異なり、 最後まで手でよりをかける特徴があり、高岡屋においては、一支伝承の名で、現在も販売されている。このうどんは、加賀藩御用市のうどんであり、商品名の通り製法は、家電のものであった。なお、かつて高岡屋では、手打ちの表記を採用していたが、これは周辺に類似する製法がなく、市販のような機械製麺ではないとの意味であり、切って麺にしているわけではない。 現在、ひみうどんと呼ばれるうどんには、こうした伝統的なものと、手延べによるものの2種類があり、高岡屋では、両者が販売されている。一般的な手延べうどんの場合、麺が折れにくいようあえて腰を出さない場合が多いが、ひみうどんは、両者もに、生地に対して力を加え練り上げるため、手延べの滑らかさと手打ちの腰を共に具有している、特徴がある。前述の通り、発祥は、 高岡屋によるものであるが、当時登録がされなかったため商標としては、昭和50年に創業した海津屋の関連会社が保有している。そのため、高岡屋が岡山県で製造したうどんを、ひみうどんの名で発売していた際には、不正競争防止法に基づき海津屋が訴訟を起こし、億単位の賠償金を伴って勝訴している。以下は、手延べのひみうどんの製法である。まず、 小麦に塩水を加え練り上げる。この時、塩および水の割合は、この生地を熟成させた後、足踏み、熟成を繰り返すことで麺に粘りや弾力性を生じさせることができる。そして、円盤状に広げた生地に渦巻き状に包丁を入れ、一本の帯の形とした後、太めこなし、細木こなしという手延べ工程で麺を細く長くしてゆく。こうして伸ばした麺を、 二本の棒に八の字にかけ、かけば、小引き、旗かけといった作業を経て、さらに伸ばし、くっつかないよう橋入れをしながら乾燥させることで、君うとんとなる。製麺所である貝津屋には、店頭に製造工程を示した、稲見彫刻の人形が並んでいる。元宝オンラインエンターテイメント社のスマートフォン用、ゲーム、パズルドラゴンズにおいて、2013年9月22日23日に、 かけててて行われた姫氏に隣接するる高岡ととののコララボレーーションの際キャラクターとしし登場しているこの企画は、同社のプロデューサーである山本大輔が高岡市出身であることにちなんだものであり、本人曰く、さぬき、稲庭に続くメジャーなうどんにしたいとの思いから、登場したものである。この、姫みうどんは、2015年5月に開催された、ガンフェス4モール高岡に際し、 特別なキャラクターのみに設定されている究極進化が解放された。ただし、前述の通り、高岡市とのコラボレーション企画であるため、周辺のデザインは、高岡大仏や万葉泉など、氷見市とは関係がないモチーフが多く見られる。ありがとうございます。